なるほどなるほど。すごい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 。なんか練習曲みたい。今回も土車券で弾いた後、10分間練習したバージョンもあるよ。ぜひ最後まで楽しんでてね。みゃみゃー。練習曲は初見で弾いてみよう。シェードミュージックボスのボイスマッシュエイ。なんかめっちゃコメントあったやつやんきゃなんきゃなんきゃすごいよね、いっぱいあったね。俺も知り合いからラッシュイやれんの、言われたこと何回か。俺も言われた。最近俺もあるめっちゃ最近言われた。ああ、ほんと。うん、どんな曲だ。あ、電波はわかりません。わかりません。どこなの、困るよ。テンポいらない。うん。早い。テンポとかね、そういう概念じゃない。いやいやいや、テンポいる。最初はいるよ。いるいるいる。いやいや、あの、なんか買い取る。ああ、なんか買い取る。ああ。多分大丈夫。え、なんて読むの？聞いて。あ。ベントポコアポコア、アセル。アクセル。アッチェルだね。アッチェル。アッチェルじゃない。アッチェル。で。アッチェレ。遅いけど少しずつ早くしていく。ああ、なるほど。その早くしていくよの、まあでもそれはね、いいの？じゃあうちの、え、うちのテンポでいいよ。大丈夫大丈夫。オッケー。どこの辺からアッチェレしていくんだ。でも分からんよ、知らんよ、どんな曲。分からん。マジで？あ、ちょっと待って、ちょっと待って。見てる？あ、大丈夫。大丈夫。は？そんなの初めてだな。今回初めて尽くしだな。よし。テンポないんだ。テンポない。なんかいつもと変な感じですね。はい、頑張ります。まあ、よっぽど変なやつなんだろう。変って言ったらあれだけど、やばいやつなんだろう。みんなが言っとるってことは。よし。はい。なんだこれは。は？練習曲みたい。いやいや、すごい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 。聞いたことないのによう弾けるね。ちょっとクラシックっぽいよね。あ、そう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 。なんか練習みたい。
遣いが決まってないから難しいけど。正直ね、これはなんかいろんな人が南極として、あ、南極なんだ、もうそう早すぎてね、へー、そうやっとる感じがあったから、指もねめっちゃ早いしね。これリホちゃんなんかもう途中で切れてやめるんちゃうかなまあ聞けるかなんすね。そうなんだ。じゃあこれを聞いてもらったらわかるんやけど、俺のね素人目線、楽譜読めんしね、うん、素人目線からするともうこれはもう無理なんよ。無理なのよ。人間では無理みたいな、落ちてくるやつあるよ、音ゲーみたいな。いろんなねピアニストさんがね弾いてる。海外のねやつなのこれは。へえー、海外。YouTube のシートミュージックボスっていうチャンネルが出しとる曲で、6800万再生の曲です。おーおー、これは。でも5年前ぐらい。5年前。あ、そんな前なん。そう。やたらコメントであったわけね。めっちゃあったね。すみませんでしたけど、知らないんだよねそんなにピアノの人が弾いてても。最初、ね、そういうことかいなってなる。どうやって弾いたんだ。あ、だんだん早くなって、確かに本当は36って書いてあるね。おお、あ、こんなに開けるんだね。あ、めっちゃ遅い。こっからあっちでね、タカ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 タって、じゃバーン、タカ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 タ、あ、ここ好き。てて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 てビートミュージックボスさんが出してる楽譜を購入させていただきましたよ。まあアレンジは違うね。これは無理だわ。これだって弾いてないもんね。チャラリタタタタ、パパ、団子さん兄弟、パパ。確かに。初見聞いてみますかね。初めて踊り出したの。楽譜いつもおとなしく見とんのに。ああ、なんだ。これは弾けん、これは弾けん。弾けんよね。そう、だから。これはおかしい。でも、これ公式にここの人が出してる楽譜。ああ、そうなの？ちゃんと弾けるように直しとるんだね。これは本当に弾けないやつ。リホちゃん、ピアノで YouTube 見ないから。リホちゃん。そっか、しまったの。最初ゆっくりだったのね。早くするのが早すぎた。多分、速さの限界に挑戦曲みたいな感じかな。OK？ まあ、雰囲気で弾いてみます。練習しますか？ちょっとね、クラシックレシ疲れるかもね。行こう。あっつ。マジあっち。これはガチだな。いや、まあ。弾けるんだね。いや。多分、比較的弾きやすい、この楽譜は。OK。
長い2週間。素晴らしい、よく頑張りました。これはすごい。全然弾けん。いや、10分でこの完成度はすごいでしょ。バカじゃないよって怒られるんかと思ってたもん。誰よりも完成度高いでしょ。いいの完成度はもうやばいよ。いいはもう100億点やったよ。最後もちゃんといい入れてたしね。書いてあるよ、ちゃんといい。あ、そうなんや。あっつ。お疲れ様です。マジあっち。いや、面白かったですか？面白かったよ。話題になってる、話題になってた。なるほどね。電動はね、ちょっと。それ何？一個の音を何本の指で弾いてんの？四つ。四つ。まあ、音は四つだからね。4444って分けてあるから。初見でやれるんや。まあ別に。その練習自体はあるんか。そういう曲もあるもんな。あるある。うちよく弾いとるじゃん、リストで。なんかやっとるよな、うん、よく弾くから。リスト好きやからちょっと好きみたいなのもある。ああ、そうだね。全然ウェルカムですよ。リストっぽくはないけど。あ、いや、ちょっとリストっぽいよ。あ、ほんと。うん、オクラホマミキサーみたいな楽しさがあるよ。ティリリリリリリッティリリ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 。ああ、なんやろうな、なんかこう踊りたくなるよね。そうだね。すごいよね、これ楽しいよね。うん、いいですかみんな。何じゃない、こんな初見で10分練習でやってる人はなかなかね、おらんと思うよ。みんな完璧なものを出すからね。みんなお上手ですから。はい、シャニアー、皆さん、通勤ラッシュに揉まれても強くたくましく生きていくのだよ。この目線。ラッシュ。ラッシュ。私は苦手なので避けます。ラッシュイってどういう意味なんだ。あ、ラッシュイ、そうか。イイ、あの、もっと低いな。ああ、これぐらい。インや。うん、はい。まるでクラシックコンサートが終わった。ブラボー、ブラボー、ブラボー。花束、花束、花束ね、ありがとうございます。髪の毛を茶色に染めたよ。錦鯉の長谷川さんか。はい。おしまい。はい。難しく見えるよね。あれ、そうなんだ。うん、じゃあ、あれ見ては弾けんもんだって。ちょ、楽譜の方が難しいよ。楽譜は答えだもん。面白い。問題とかないんやけど、そう。シニアー、クイズとかやったっけ。クイズとかやってない。マジか。うん。